あ、握手会を大事にしているけど、私は握手会に出れないし、これからも出れることはないし、で、どうしようかなって思ってて、私は自分がやりたいことを今できる限りやりたいなと思って、で、私はお芝居をすることがすごく好きで、周りの方から刺激を受けて、私は AKB じゃなかったら普通に通用しないし、演技も下手だから、そこも一から勉強して自分の夢を追いかけたいなと思いました。